シノプ沖海戦は、第一次世界大戦中の1914年12月22日、歴一に、シノプ沖の国会上で、ロシア帝国海軍国会艦隊と、オスマン帝国海軍との間に発生した、海戦である。巡洋艦1隻並びに、艦隊水雷艇4隻からなる優勢なロシア、帝国側石膏艦隊が、オスマン帝国の巡洋艦1隻を追撃したが、 オスマン帝国艦は、反撃を加えつつ、逃走に成功した。1914年末、歴に、オスマン帝国海軍、第二戦隊所属の三隻の巡洋艦、すなわち軽巡洋艦、ミリリ、防護巡洋艦、ハミディエ、水雷巡洋艦、ベルキサトベトは、トラブゾンまで、オスマン帝国軍部隊と武器を輸送すべしという任務を、授かった。この任務を遂行するためには、 三隻は、ロシア艦隊が睨みを利かせる、国会東部を通過しなければならなかった。ところが、ベルキサトベトは12月20日、小読み山、ボスポラス海峡口において、ロシア帝国海軍が半月ほど前に付設していた嫌い腹にかかって、食雷破損した。その修理のため、ベルキサトベトは、戦争終結まで活動できない状況になった。それでも作戦は中止されず、 ミディッリとハミディエはそれぞれ独立して、作戦を遂行するよう指令を受けた。一方、ロシア帝国国会艦隊は傍受した敵型の無線通信を誤読し、7隻の輸送船からなる軍部隊輸送船団すべてがイスタンブールから国会へ向けて出航すると断定した。この船団を迎撃するため、国会艦隊は12月21日、歴4、艦隊主力部隊、 すなわち、戦列艦5隻、巡洋艦、パーミアチメルクーリア並びに、カグル、アルマース、艦隊水雷艇10隻を、セバストーポリから出撃させた。ロシア艦隊は、ケレンペ岬とトラブゾンにかけての、オスマン帝国沿岸部で、輸送船団を襲撃する作戦であった。しかし、この海域では敵船を見つけることができず、翌22日、 歴一にはセバストーポリへ向かう帰路に着いた。艦隊はアナトリア沿岸域を遊力し、艦隊からは敵戦団を求めて偵察分献隊が分派された。水雷分艦隊長並びに巡洋艦船隊長である AG ポクローフスキー海軍少将,将の提督機を掲げた機関の巡洋艦パーミャチメルクーリアと第一艦隊水雷艇隊,隊所属の4隻の艦隊水雷艇。 すなわち、水雷戦隊長 MP サーブリニーチ投射艦の長官機を掲げた機関、グネーブヌイ、JL スキー、ベスポコイヌイ、プロンジーチェリヌイからなる石膏艦隊である。しかし、この艦隊が見つけたのは敵の大戦団ではなく巡洋艦、ハミディエだったのである。オスマン帝国海軍巡洋艦、ハミディエ、ロシア帝国海軍世界大戦中の巡洋艦、 パーミャチメルクーリア。前帆柱には、ポクローフスキー海軍少将の提督機が翻える。艦隊水雷艇、グネーブヌイ。艦隊水雷艇、ジェールスキー。艦隊水雷艇、ベスポコイヌイ。同日正午ごろ、シノプオキセ法を航行していた、ハミディエは、ロシア帝国の石膏艦隊を発見した。敵艦隊が圧倒的に優勢であるのを見るや、 ハミディエは回答し、安全なボスポラス海峡のある西へ全速で走り出した。これに気づいたパーミャチメルクーリアは、機関の4隻の艦隊水雷艇を率いて、これを追撃した。とりわけ、艦隊水雷艇は、ハミディエの最大航行速度に匹敵する 22kN の速度で追いかけた。ロシア艦隊の残りの艦船も全速力で、 これに続いたが、続いて発生した戦闘には参加できなかった。13時ごろ、60鎖程度の距離から、ハミディエーとパーミアチメルクーリアは、互いに砲撃を開始した。ロシア艦隊は、進行方向右限45度の方角へ砲撃を行った。戦闘中、ハミディエーは、パーミアチメルクーリア並びに、艦隊水雷艇からの命中弾を受けた。一方、 ジェールスキーにも敵砲弾が命中し、微砲が爆発して、士官1名が死亡、水兵5名が負傷した。これにより、ジェールスキーは一時戦線を離脱せざるを得なくなった。砲火を交えつつ、パーミャチ・メルクーリアは、ハミディエをハンロット上回る速度でこれを追いかけたが、ついに敵艦を捉えることができなかった。16時には、艦艇は、後部隊に入り、互いに互いを見失った。 視界の悪化に加え、パーミャチメルクーリアは、機関故障を生じて、原則、結局ロシア艦隊は16時頃に追撃を中止した。こうして、ハミディエは、完全に不利な状況にもかかわらず、逃げ切ったのである。戦闘が行われた12時45分から16時まで、ハミディエは、戦備の処方から88程度の砲弾を発射した。その一方で、ハミディエは、 パーミャチメルクーリアから発射された 152mm 砲弾1発を戦尾部分に受けた。炸裂した砲弾の破片によって、喫水戦火の戦隊に波行が生じたが、重大な損傷には至らず逃走に成功した。砲戦の結果はむしろ、戦力的には優勢であった、ロシア側にとって極めて忌々しいものとなった。艦隊水雷艇では搭載する 102mm 砲に、 それぞれ射撃時の亀裂が生じた。プロンジーチェリヌイでは中間部の 102mm 砲で薬莢の底が破裂して点火装置が詰まってしまった。最大の被害を受けたジェールスキーでは1000尾の 102mm 砲が爆発によって完全に破壊された。爆発によって死亡したのは GG プランソン海軍隊であった。 セバストポリへの帰還に際し状況を精査した委員会は爆発の原因はハミデーへの発射した砲弾が装填状態にあった砲へ命中したためであると結論づけた。調査によればジェールスキーの戦尾の 102mm 砲1機にハミデーへの手砲弾1発が命中し砲弾が装填された状態にあった 102mm 砲が爆発したということであった。 誘爆のエネルギーは放送地を完全に破壊し、甲板にもいくつかの箱をうがった。加えて、船尾のキャプスタン、止め作戦、魚雷積み込み用ダビット、ベンチレーター、限定、支柱と減速施策が損傷した。また、船尾部分の接合部が、喫水線部分で分離し、左限予備船室に水漏れが生じて、右舷線尾線室では、火災が生じた。 その近くにある士官集会室は消火活動によって水浸しになった。人的被害は記述の通りである。この被害により、ジェールスキーは一時的に戦線を離脱したが、戦闘能力失わなかった。パーミャチ・メルクーリアは、ハミディエより4年も新しく、速力は 1KN 上回っていた。新型のタービン艦である4隻の ジェールスキー旧艦隊水雷艇については言うまでもない。これらが4時間にわたってそれほど瞬速ではない、ハミディエを追いかけた結果、ついに追いつくことができなかったのは、理解に苦しむことであった。ロシア艦隊はその後も有力を続け、2日後の12月24日、歴後には、オスマン帝国巡洋艦隊とトゥアプセオ機で、再戦している。今日の日本やトルコ共和国、ロシア連邦などでは、 グレゴリオ歴が使用されているが、ロシア帝国でも、オスマン帝国でも使用されていなかった。そのため、本文では、ユリウス歴に準拠した都市日を記載する。一家に記載するのは、グレゴリオ歴に換算した年月日である。ありがとうございます。